うこと。イロハ、あなたこの土壇場でそんな役を。それアートのキングじゃなくてダイヤのキングではないかしら。スートが揃っていないから豚ですわね。え、あ、本当だ。気づいてなかったのか。なぜか入れ替えないと思ったら。悪いな、ハートのキングは私が持ってる。そら、ストレートだ。あー、負けたー。歯応えないな。連勝記録3桁まであと2勝だよ。花火、君どうしてそんなに強いんだ。どのカードを引くかは運だろ。イカ様をしている様子もないし。企業秘密。もう一回、もう一回だけ。そのセリフ、今日だけで5回は聞いたよ。あなたたちは非番だからとなぜ遊んでいるのかしら。お疲れ様です、アサギさん。そうね、少なくとも遊んでいるあなたたちよりは疲れているかしら。おいおい、そいつは言いがかりだって。私たちは職務に忠実だよ。特殊対策機動部隊、通称特隊。五社学園から優秀な生徒を選抜し、この部隊を組織したのは他ならぬあんただ。その役目は、現役の対魔人でも手に負えない非常時の際の出撃と脅威の排除。非常時でもない今、こうして遊んでいて何が悪いんだ。特待である前にあなたたちは学生。そもそも今日は授業でしょ。カードよりも勉学と訓練に励むべきじゃないかしら。エリートである私たちに今さら授業など不要ですわ。あなたも知っているでしょ、私たちの実力を。ええ、知っているわ。だからこそあなたたちを呼びに来たのよ。非常事態、あなたたちの出番よ。来てもらえるかしら。映像はここまで。映っているタイマ人も、これを撮影していた者も、現場にカメラを残して行方不明のまま。どういうことだ。なぜあのタイマ人は仲間を攻撃したんだ。詳細は一切が不明よ。ただ同じような現象がここ数日で何度も起きている。あなたたちにはこの現象の調査に当たってほしい。なるほどな、こりゃ確かに非常事態だ。味方にいつ裏切られるかわからない状況。仲間同士の連携も難しい。もしこのタイミングで妖魔が攻めてきたらまずいな。その通り。あなたたちの任務はこの現象を調査し、その原因を取り除く。タイマ人離反事件、一刻も早い解決を期待しているわ。了解。それでは特殊対策、特殊対策基礎展開。特殊対策機動部隊だ。自分の所属くらい覚えろ、バカ者。特殊対策機動部隊、出撃します。いいえ、少し待ってちょうだい。
今回の任務は危険なものになる。それにこれは御社町にとっての一大事。そこで特殊対策機動部隊の増員を行うわ。あなたたちを第一部隊とし、第二部隊として新しく4人の対魔人を選定した。入ってきてちょうだい。まったく、待たせてくれるじゃないか。時間は有限なものだというのに。うちは待つの嫌いじゃないで。そなたは待つというか、寝ていたであろう。わらわが起こしてやったのじゃぞ。ああ、あれが先輩たちですか。うわぁ、揃いも揃って間抜けな顔ですね。紹介するわ。彼女たちがあなたたちと共に戦うことになる対魔人。特殊対策機動部隊第二部隊よ。よし、準備は整ったか。装備に忘れ物もないな。問題ありませんわ。何か忘れても現場の起点で補いますので。そもそも忘れ物をするな。準備の方は本当に問題ありませんが、やはり気になるのは。あの子たち強いのかな。私たち特隊は学園生徒の中からこの実力なら現場でも問題ないと判断されたからこそ、こうして特隊に選ばれましたわ。第二部隊とはいえ実力は本物でしょう。まあ私たちほどではありませんが。問題なのは実力じゃない。私たちとあいつらは同じ任務に臨むチーム、つまり仲間だ。お互いのスキルと現場での作戦をある程度話し合っておかないと。何ですか先輩方、そんなに情熱たっぷりに見つめられるとはちょっと恥ずかしいです。心にもないことをよく言うな君は。あのね、挨拶したいなって思って。協力して一緒の任務に出るわけだから、お互いのことを知るのも大事じゃない。というわけで、はじめまして、私は。ああ、そんなのええ余計なこと覚えるのは面倒や。ちょっと、余計なこととはどういうことですの。いや、そのくらい分かってほしいんやけど、こんな任務うちら4人で十分やんか。知っておるぞ。そなたら訓練もせずにいつも部屋で遊びほうけておるのじゃろ。そなたらが来ても邪魔なだけよ。遠く部屋に戻り札遊びでもしているかよ。そろそろ行きませんか。この時間すっごく無駄だと思うんで。確かにその通りだ。まずは作戦区域の妖魔の掃討だったかな。さっさと終わらせて、さっさと帰って、さっさとお布団入るで。なんてすの、あの態度。だが間違ったことは何一つ言ってなかった。私たちはずっとゲームで遊んでた。あんな言われ方しても仕方ないってもんさ。それに本当にあいつらは自分たちだけでこの任務を達成できるだろう。私らはお荷物ってことさ。じゃあ私たちお留守番してるべきなのかな。第二部隊と共に出撃するのが浅木の指示だ。それを無視するわけにもいかないだろう。僕たちも行くぞ。あははははは
燃え尽きちゃってくださいよ。最高の悲鳴を上げながら。実力差も測れぬ愚かな右往ども、塵の一つも残さず葬り尽くしてくれよ。分溜まっとるんかな、あいつら。久々の実戦やからね。あれでは体力の消費も激しいだろうに。後で特製のポーションを飲ませてあげなければね。さてディア君、君にはいつもの恒例だ。さあ飲みたまえ。うん。透明で全部吹っ飛ばしたら、そこどけ。マジかよ。すさまじい妖魔の数というのに、それをたった4人で蹴散らしているだなんて。私たち同じことできる？無理に決まってんだろ。私たちじゃ妖魔の数が半分でも瞬殺だ。これが第二部隊。おや、これはこれは敬愛する先輩たちじゃないか。確かあんたアバリンって言ったか。強いなあんたら。にゅふふ、お褒めに預かり光栄だよ。だが特殊対策機動部隊とは未曾有の危機にのみ出動を要請されるもの。いわば御社町における切り札だ。このくらいの実力は持っていて叱るべしではないかね。簡単に言ってくれるじゃん。簡単だとも、この程度の妖魔の殲滅は少なくとも我が輩たちにとってはに。はあ、暴れた暴れた。いや、すっきりしたの。あれれ、先輩たちじゃないですか。見に来てくれたんですか、私たちのかっこいい姿。見てておもろいもんでもないと思うけどな。うん、すごかった。私たちなんかよりずっとずっと。あ、そりゃそうですよ。私たちはスーパーエリートなんですよ。特待に選抜されるほどの。なのに私たち第二部隊なんですよね。数字の順が強さの順じゃないのは分かってますけど、なんとなく気持ちよくないっていうか。だからねえ先輩方、先輩たちの役に立たないケツ、第一部隊の席からどけてくれません？確かにの、無能が自分より上にいるこの状況は気分が良くない。うちはどっちでもええで。人は多い方が面倒な雑用人も押し付けやすくなるやろ。君たちそのくらいにしておかないか。先輩に対する敬意がまるでなっていない。ふっ、時間の無駄じゃ。次のポイントに向かうぞ。妖魔が集っている気配がしておる。はいはーい、サクッと片付けちゃいましょう。失礼した。先輩方、どうか気を悪くしないでほしい。いかに事実とはいえな。にゅふふふふ。ねえみんな。言わなくてもわかる。反論の余地もないくらい正論だったな。
僕たちはあまりにも怠惰が過ぎた。ええ、全くもってその通りですわ。けれども言われっぱなしは